現在、サバイバル番組ボーイズプラネットはフィナーレを迎えようとしている。4月7日のグローバル投票で練習生全員の運命が決まる。4月6日、最も人気のある研修生の一人であるジェイちゃんは、彼の究極の偏見であるジンについて話しているビデオが口コミで広まった後、ツイッターで多くの注目を集めました。ビデオの中で、J は2016年に K-POP を発見し、Google に表示された最初のリンクをクリックしたことを明らかにしました。それ以来、ジンは J の心をつかみ、この告白は24時間以内に1000件近くの引用と100万ビューを獲得しました。J がジンへの愛を表現している別の TikTok ビデオもあります。これは今、SNS で話題になっています。この掲示は、即ジニーと呼ばれるジンのファンと、J スターとして知られる J のサポーターの両方に絆の体験をもたらしました。J は、投票で彼を支持し、彼の歌唱力を称賛する多くのファンを獲得しました。さらに、J のファンは、ジンの最新のソロリリースである、ザ・アストロノートをストリーミング配信し、ジンが BTS で一番好きな歌手であると告白することで、ジンへの称賛を示しました。ジンがVIPゲストとして出演した映画館でのコールドプレイコンサート映画に参加した人さえいました。ジンとジェイの類似点に関するスレッド全体もあります。そして、彼らは両方のアーティストをフィーチャーしたファンアートも描きました。2つのファン層の間で、これほど友好的で協力的な動きが見られることは滅多にありません。ちなみに、ジンをロールモデルまたはお気に入りのミュージシャンと名付けたボーイズプラネットの研修生は、他に少なくとも3人います。5代目 K-POP ボーイズグループで誰がデビューするか見てみよう。